ただいまより本日のダブルメインイベント第13試合ホーストカップ日本スーパーフライ級タイトルマッチ3分5ラウンドを行います。赤コーナー及川道場所属ホーストカップ日本スーパーフライ級王者コーダニー。青コーナー大原道場所属挑戦者京都の超新星松田激励賞が届いております。レフリー宮本。なおこの試合は5ラウンド延長戦なしで行われ、引き分けの場合王者の防衛となります。時間30秒。
ラウンド230秒。
赤コーナー高台選手、ストップ後に攻撃がありました。このため口頭注意が与えられました。3ラウンド、ただいま1分57秒でございます。再開します。
ただいま4ラウンド2分14秒2分14秒バッティングがございました。このため試合を一時中断いたします。4ラウンド2分14秒でございます。松田龍樹選手の負傷の状況を確認します。2分14秒でございます。赤コーナー高台選手にはバッティングの口頭注意が与えられました。ただいま4ラウンド2分14秒でございます。
ました。
ュベントが大会エグゼクティブプロデューサーアーネスト・ホーストより贈られます。続きまして勝利者トロフィーが大会メインスポンサー株式会社キューピー様より贈られます。また勝利者賞が同じく株式会社キューピー様より贈られます。見事タイトルを獲得いたしました秋田龍樹選手でございます。じゃあお願いします。目線こっちです。おめでとうございます。おめでとうございます。松田由紀です。まず、この大会を、支えてくださった、ホーストカップの代表の土井会長、ありがとうございました。そして、タイトルマッチの相手になってくださった宝大選手、ありがとうございました。僕はこのホーストカップのチャンピオンになって、これから、他団体の選手をどんどん倒していって、僕は世界一になるんで、応援よろしくお願いします。あと、SNS のフォローよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。見事王座を獲得いたしました地元京都の超新星松田龍樹選手でした。今一度